いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでともひろさんからご依頼です。はい、ともひろさんね。まあ添削するとともっていう方もいらっしゃいますし、ひろってお客様もいらっしゃいます。まあ英語でね、漢字で書くわけではないですから。はい、じゃあね、ウィルツさん以上が、ね、出てくれるといいですね。8割ぐらいな確率ですから。はい、鎌田さん、あ、インサートはマテタさん。はい、このフューチャースターズが2枚出てきます。ニャブル、早い段階でね出てくれるといいんですけどね。そう甘くはないんですよ。店長もね胃が痛いんですよこれ。サファイアの PB、ぬくぬくくん、オレンジだ。よし、黄色い丸。あ、違う。はい、ディロールさん、彼は98年生まれ、まあ3年目みたいな感じですよね多分ね。あ、ウィルツの頭もう分かってきました。はい、分かった分かった。はい、ウィルツさん出ました。お、ベルンガも同じパック、すごいですね。おお、いや、ランダムなんですね。すごい、おめでとうございます。はい、あ、ワンパックでこれ当てたって言わないの方がいいですよね。よく言いますけどね。よいしょ。はい、はい、よいしょ。いやー、ベリンガムにウィルツ同じパックだからね、心地も来る可能性、オールズモさんもまあまあでしょ、悪くないでしょ。お、どっちだ、あ、レフさん。レフさん、あ、サインだ。おお、はい、ボグルサマーさん、まあちょっとおまけ的な要素が多いですけどね。本代表の選手なのかな、どうなんでしょうね。フォワードだ。でもはい、3位出ました。今日2枚目です、3位。さあ最後です。これで心地来てほしい。サージェント、あ、違うな、パラレルだ。あ、違う、誰だ。はい、アクポグマさん、95年生まれ。はい、となりました。まあ、サイン出ましたね。珍しい。まあ、ちょっとおまけ的な要素がありますけどね。この商品に関しては。メンツも。まあまあ、でも。逆にまあ、出にくいといえば出にくいですからね。で、ビルツとベリンガム、同じ箱にいて、同じパックにいました。ランダムですと。ね、証明できたかなと思います。はい、ってことでね、いいっすねこれだったら全然ありです。はい、ってことでポーカー一回やります。左が店長で右お客様です。はい、参加をします。1、2、3。お、フルハウス出ました。おお、おめでとうございます。はい、ということで今フルハウスの、まあ、フラッシュ以上の商品はこちらです。で、フラッシュ以上はお客様は自動的に勝利になります。
はい、レブロンの25枚限定です。こちらのカード、レブロン・ジェームス、まあバスケですけどね、うん、レブロン・ジェームスの25枚限定のパニーニインスタント、はい、おめでとうございます。はい、ということでね、またぜひご利用ください。はい、今日発送します。ありがとうございました。